皇居でポケモン GO をした後、原宿のイルミネーションを撮影するべく表参道へ。駅に着くと鳳凰が出現しているではありませんか。ダメ元で行ってみることにしました。街はすっかりクリスマスムードで浮かれ気分です。そしてやってきました鳳凰レイド。すでに5分経過しているが、トレーナーはいるだろうか。1名以下、出たり入ったりして待機人数が増えるのを待つ。2名になった、よしもう入ろう。入ってみれば、あっという間に余裕の14人、みんな様子を見ていた模様。それにしても毎回そうなんだけど、鳳凰はソーラービームをどこから出してるんだって話です。あれじゃおしっこですがな。内安スタッフの遊び心でしょうか。勝利です。隣ではおじいちゃん、おばあちゃん、お孫さんとその両親、みんなで鳳凰レイドやってました。おじいちゃんが仕切っていてすごい。金釣りの量が半端ない。ナイアンは加減を知らない。金釣りは多いが他が渋い。ボールは11球。今回も安定のグレート狙いです。表参道の鳳凰ゲットだぜ。評価を見てみよう。うむ、表参道から渋谷に向かったところ、前方2番ギラスのレイド発見。しかし休日の渋谷、道は人で混んでいて思うように進まない。着いた時にトレーナーがいることを願いつつ進みます。道の反対側を歩いているんですけどね、ビルが立っているからか GPS が不安定です。またこっちへ来てしまった。到着です。残り11分の段階でトレーナーはいるのか。7人もいた。さすが渋谷駅前。最終的に13人。これは余裕ですが、まあ東京の中心地は大体余裕ですけど。バンギラス撃破。金釣りが多い。ボールは10個。ゲットチャレンジタイム。バンギラスゲットだぜ。攻撃が15なのがいい。さてまだやりたいレイドはあるだろうか。駅の向こうにまだ捕獲してないアビソルが出現している。到着です。なんと色違いでした。無事に捕獲完了です。少し離れた場所に鳳凰出てます。出現から時間が経っている上に遠いので行くか悩みましたが、自チームの赤ジムだし行ってみることにしました。ジムが自チームなのに行かないのはもったいない気がします。防衛してくれてありがとう。到着です。トレーナーらしき人はいますが、
すでに終わった後かもしれない。6人もいる。これは入らねば。繁華街近くの神社、ここだけひっそりとしてます。最終的に12人です。これは勝つる。全滅してしまった。結構苦戦してる。勝利です。捕獲完了。エクセレント出てますが、マグレエクセレントです。個体値見てみよう。うむ、さっきあっちにあったレベル5の卵はもう孵化している。そしてあちらも自チームの赤ジム。卵の時にジムバトルが行われてましたが、赤トレーナーが防衛してくれたようです。ありがたい。これは行くっきゃない。現場に着いたら、ここはトレーナーがたくさんおりました。駅から離れているのにすごい。待機中のトレーナーは1人、たくさんいるトレーナーはすでに終わった感じなのかな。まあ集まるだろうから入ります。最終的に18人になりました。撃破完了。金釣り多い。技マシンが出ない。捕獲完了。評価を見てみよう。うむ。というわけで渋谷でのレイドバトルはこれにて終了。休日だからか常に人が集まりました。